ばんは。ね、天才だ。天才ではない。気持ちが。こんばんは。ねえ、すごいね。まあだから一番いいのはね、お家帰ってすぐね、もうお風呂入っちゃうのが一番いいって言うけどさ、そんなことできたらね、いいのに。そんなことはできるわけがないです。家からじゃなくてもさ、洗濯物外で干してたらおしまいじゃない？しょぼぼぼーん、しょぼぼぼーん、しょぼぼぼ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 ーん。まだ花粉症じゃない。それはもう花粉症です。いらっしゃいませ。ひろしさん、ありがとうございます。しょぼぼぼん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 。こんばんは。しょぼぼぼん。しょぼりしてるの。しょぼぼぼん、しょぼぼぼん。やだね。この音楽やだね。しょぼぼぼん。最悪。ぼーちゃんさん、ありがとうございます。たくさん、ありがとうございますね。幸せになれ、幸せになれる音楽のはずなのに、そんな感じがしないで。よくない。よしーパパさん、ありがとうございます。ひろしさん、たくさんありがとうございます。しょぼぼぼーんぼーん。変だなぁ。まあまあ、1439日ありがとうございます。1439ありがとうございます。サンキュー、パパさん、ありがとうございます。サンキュー、サンキュー、おめでとう、ありがとうございます。ひろしさん、ありがとうございます。ただのさくらさん、ありがとうございます。こんばんは。やっほーやっほー。んみんなはもう夜ご飯決めた？何食べるの？みんな夜ご飯教えてよ。もう食べた人もいる、もしかして。ひろしさん、ありがとうございます。私はまだ夜ご飯決まってないから。鍋、たくさんありがとうございます。カレー、私の、じゃあお昼ご飯言うね。まだ決めてない。私の今日のお昼ご飯は牛丼だった。吉野家のネギ玉牛丼を食べたよ。美味しかったです。いいの、もつ鍋、もつ鍋食べたい。晩ご飯、何食べてるの？豚タン、いいね。そう、ちなみに私はお昼牛丼食べた。ネギ玉牛丼食べた。
お弁当がね吉野家で何種類かあって、そうネギ玉牛丼を選びました。美味しかった。じゃあ迷った人はネギ玉牛丼を食べてください。何食べていいか分かんないよと思ったらね、ネギ玉牛丼を食べてみてください。まだ食べきれない、あんなに美味しいのにパクパク食べちゃう。吉野家だった。ひろしさんありがとうございます。そう二郎系いいな。ガッキーさんありがとうございます。でも今私はねお腹が空いたとかよりはもう眠たいが突っ走ってるの。私の今の感情はもう眠たいがもうすごい先を走ってるのよ。そうだから私はね寝るわ。吉野家だったよ今日お弁当。私すき家の牛丼食べたことないんだ。一回だけ多分すき家の牛丼食べたことあるの。なんかね行きやすい場所にすき家があんまりないの。そう吉野家はね結構ちょくちょくあるんだけど、そうすき家がなかなかないの。すき家とサイゼとは結構でもそれ良くない？最高じゃん。ネギ玉牛丼吉野家にもあったよ。今日吉野家のネギ玉牛丼を食べた。安1983さんありがとうございます。松屋派うーん。ひろしさんありがとうございます。なんか自分の記憶にあるのは一回だけすき家に行ってお持ち帰りして食べた。お持ち帰りかーいって感じなんだけど、そう。お持ち帰りして食べましたね一度。ね、牛丼ってどこも美味しいよね、わかる。ひろしさんありがとうございます。カツ丼のうどんいいね。いいね。なんかお腹空いてきたけど、でもまだお腹空いた気持ちより眠たい気持ちの方がまだ勝ってるからまだいける。夜ご飯いってらっしゃいませ。ありがとう。そう眠たいですね。疲れたのもあると思うけど、もう眠たい。って感じ。たっちゃんありがとうございます。こんばんは。そうだ。おいしいね。もあるんだ。私さ、お店には行ったことないけど、なんかお父さんがくれた。これ美味しいよ。プレート松屋牛めしの具プレミアム仕様だって。何がプレミアムかはよくわかんないけど、そう松屋のお店には行ったことはないんだけど、お父さんからもらったからこれがある。ケロックニさんありがとうございます。そう冷凍チンしたら食べれるし、お湯で茹でても食べれるって感じ。わかんない、これお父さんがくれた。カルピさんありがとうございます。
そう、これ好きだよ。もう何にもする気がない時とかに食べる。ひろしさん、かずぴさん、ありがとうございます。とまさん、ありがとうございます。賞味期限長いよこれ。だいぶ前にお父さんからもらったけど、9月6日だよ。冷凍だからね、賞味期限は長いよね。よいちょ。そう、もうね、何もやりたくない時とかに食べたらいいんじゃないかな。でも私は今日お昼に牛丼食べたから、もう夜は牛丼は食べない。お昼にだって吉野家の牛丼食べたのにさ、昼に松屋の夜か、ん、昼に吉野家の牛丼食べたのに夜に松屋の牛丼は食べない、さすがに牛丼パーティーどまさん、ありがとうございますね。牛丼のはしごになっちゃうから。なんならまだお腹の中に吉野家の牛丼いるからまだ牛丼健在中だから、お腹の中に。ひろしさん、ありがとうございます。牛丼でも、牛丼って分かりそう、分からんけど分かりそうじゃない？私結構分かる気がする。利き牛丼、こんばんはね。食べ比べしたら結構分かりやすそうね。にお肉のなんかね、違いそうだよね、分かる。お疲れ様です。なんか分かりやすそうな気がする、意外と。とか言って全然分かんなかったら恥ずかしい。松屋のカレー、へえ。カレーはうまい、へえ。まあね、私吉野家は結構食べてるから、吉野家の牛丼は食べたら分かりそう、その利き牛丼した時に。松屋とすき家はそんなに食べたことないからあれだけど、そう、吉野家だけダントツにめっちゃ食べてるから分かりそうか。ピンってくるか。危ないね、私はもう夢の世界に行ってしまいそうだ。ひろしさん、ありがとうございます。チャラララララン、チャラララランララン、ラララララランララン、ララン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 ラララララララン、タラララララン、ララ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 ラ S1983 さん、ありがとうございます。クマ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 、そうよ、テンションで乗り切ろうと、そりゃそうよ、テンションで乗り切ってなんぼよ。ウォ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 ウ、こんばんは、こんばんは。何しよっかにゃん。何する？テトリスする？ひろしさん、ありがとうございます。こんばんは。テトリスしたら目覚めるかな？等身大抱き枕、邪魔じゃない？等身大はさすがに。ねえ、等身大はさすがにお邪魔になりそう。寝床なくなっちゃうよ、みんなの。
伝えた。ね、一旦ねテトリスとかして目覚ましてみる。そうテトリスのね、テトリスってさ何点いったらすごい。私今これすごいのかな、何点いったらテトリスってすごいんだ。ネイビーさん、たくさんありがとうございます。何点いったらテトリスってうわあなたすごいねってなる。どこで見るか分かった。うん、百万、一十百千万、ん、一十百千万、ん、そんな行くの。うん、百万も行くの。どうやって行くの、うん、百万も。ひろしさんありがとうございます。テトリスレベルはないと思う。悔しい。そのうん百万もいっちゃうんだ。お、何言ってるか分かんない。スオーバーフロー、何言ってるの。スペースシャトル飛ばした、どういうこと、どういうこと。永遠にやり続けないとダメなの。50万もいくの。どういうこと。すごいね。私まだ10万なんだけど、悔しい。一十百千万、10万なんだけど、なんでそんないくの、信じらんない。もうあと早くなってきたら困っちゃうじゃん。うわーってなっちゃうじゃん。ひろしさんありがとうございます。こんばんは。私12万とかその辺だよ。みんな何してるの、どうやってしてるの。見ないでもできるの、何してんのそれは。それで言うとね、それ何のゲームしてるの。見ないでやるのは。うん、なるほどね。できないよそんな。何百万とか目指せない。無理よそんな、私に技術がない。すごいね、天才だね。なんか前髪変。すごい、いいな、そんなテトリス上手になりたい。テトリス上手になりたい。テトリス上手になりたい。すごい人もいるもんだね、この世にはね。びっくりしちゃうよね、本当に。もうなんかどんどん前髪がパヤパヤなってくるんだけど。もうダメだ。前髪が終わってしまった。テトリス上手になりたい。いや、みんなに読み聞かせしよっかにゃん。マジ何タイムって感じ。
ひろしさんありがとうございます。なんかね、悪魔の辞典っていうやつでたまに読んでるんだけど、なんかなんて書いて、何か読んだらいいかな。そう、悪魔の辞典哲学者とか書いてあったら、哲学者で意味みたいな書いてあるの。悩み事を職業にした人々だから、そう、なんか本来の意味というよりかはちょっとなんか意地悪な書き方、ちょっと意地悪な書き方してるやつ悪魔の辞典っていうやつなんだけどね。転校、友達のリセットボタンなんか楽しいの テント、あのキャンプで使うテントね。クマの餌の待機場たまにそう、これを何個か見てケラケラ笑ってるジャスニー頑張ってください。そう、こういうの見てキラキラ笑ってる。これ本なの、悪魔の辞典っていう。同じの持ってる？なんかそう、面白いの、なんかこんな考えないから、こんな考えなかなか、なんか自分じゃこういう考えしないから面白いなと思ってそう、本だよ。うわ、こんな考えが生まれるんだと思ってキラキラ笑ってるの。これでもね、天使だっけ、天使の辞典もあるの。私まだ持ってないんだけど、そう、本当にこれはちょっとさ、ひねくれた捉え方なんだけど、素敵な考え方をする天使の辞典もあるのよ。そうそうそう、カルビさんありがとうございます。だからなんだろうね、自分じゃしない発想がいっぱい書いてあるから、こんな考え方するのおもろーと思って、そうケラケラしてますひろしさんありがとうございます。そう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 、だからクスクスできるんですよ。あ、こんな考え方があるんだっていう。そう、なんか面白いですよ、自分じゃない発想がいっぱいあるから。初デート、計画は崩れ去るものであることを学ぶための思春期の一日ね、なんかこんな発想しないじゃん、なかなか自分じゃね だからこういうの見てキラキラって笑ってるの今いいですよ、たまにね、たまにこうやって見てね、キラキラ笑うのは良いことです。
そう、ずいぶん分厚いです。辞典だからね、分厚めです。天使は持ってない。ねえ、こんなこと考えないよと思うよね。もう面白い本当に。ねえ、こんな考え方しないよとか思うけど、本当に面白い。キラキラガールですわ。ありがとうございます。ありがくまです。さくらみおんさん、ありがとうございます。そんなね、高くなかった気がするよ。本当にね、ちょっと、そんな食い方しちゃうのってびっくりするやつもある。あー、なんかそう、面白いですよ。ケラケラって感じです。ラストオーダー、ウェイターから客に向けて発される早く帰るの合図。ひろしさん、ありがとうございます。仕事頑張ってください。ありがとうございます。ね、アルキピさん、グリくんさん、ありがとうございます。タちゃん、ありがとうございます。ナエルさん、ありがとうございます。そう、びっしり書いてない、なんかすごいね。うわー。あー、すごい面白い。読みやすいですよ。でもこれはね、一日にね、いっぱい読むものじゃないと思う。
一日にいっぱい読むとなんかもう心があれってなっちゃう。ほら一日少しずつ見てちょっとキラキラってするぐらいがちょうどいいと思う。たくさんありがとうございます。こんばんは。そうもう一日に全部見てしまうともうあってなっちゃうから。そう悪魔の時点だからちょっとね意地悪なね書き方されてるものが多いから、そう一日ね5個ぐらいがちょうどいいんじゃないかな。いっぱい見るもんじゃない。そう一気に見てしまったらもうなんか大暴れしちゃうから心が自分の。自分の心が大暴れしない程度にね見るのが一番だね。おばさんありがとうございます。こんばんは。多分ねみんな思いつかないよ、ここに書いてること絶対思いつかない。マジで思いつかないようなこと書いてあるもん。1日5つぐらい見るのをおすすめします。なんか10個以上になってくると多分ちょっとね心がねびっくりしちゃうと思う。うん、自分のなんだろう心がびっくりしちゃうと思うから、1日ね9個までだね。いっぱい読んでもいっぱい見ても1日9個までがいいと思う。10個を読むと多分ねびっくりする。でもなんかこうなるとさ天使の方も気になるよね。そう、それ以上行くとねもうびっくりしちゃうから。でもなんだろうってなっちゃうからね。9個ぐらいで1日9個ぐらいにしましょう。確かに天使と悪魔交互に読んだらバランス取れるかもね。私今悪魔しか持ってないからさあれだけど、確かに交互に読んでったらねいいバランス取れるかもね。ちょうどいいとこ。なれそう。ああそう辞典があるの。確か天使の辞典だった気がする、ね、あれがね悪魔の辞典だから。天使だと思う。はあ、はあ、面白い。キラキラ。そう十読むとねもうびっくりだから心がもうびっくりして。ひろしさんありがとうございます。追いつかなくなっちゃうから9個までにしましょう。闇落ちしちゃう。ただの魚さんありがとうございます。たくさんありがとうございます。ちょっとここまでなるとね天使も気になってくるね。10行くとね結構ね心がびっくりする。私さっき7個ぐらい見たの。7個ぐらい見たけど結構心びっくりしてるから今。そうさっき私7個くらい見たのよ。そう一気にね何個かパラパラパラって見たんだけど、それでも結構ね私の心がびっくりしているから、うん10はいかない方がいいと思うんだ。結構ってなってるから
あんまね一気にたくさんはいかない方がいいと思う。自分の情緒のためにも。持ってかれちゃうでも面白いから、まあ適した数をね読んでいきましょう。いつか天使もゲットしたら、ちょっとまだ予定ないけど、ゲットしたら披露するよ。順番に披露していくよ、みんなに。みんなのね心のバランス取れるようにね。ちょっとまだ買う予定ないけど、買ったらね、ゲットできたら、そうみんなに順番に披露していく。みんなの心がねびっくりしないでいいように。でもどうだろう、差すごすぎてびっくりしちゃうかな、天使と悪魔だと。幅ね、振り幅すごすぎてびっくりしちゃうかな。今48分だから50分になったランキングを見ます。それまではちょくちょく悪魔を紹介するね。でもマジで見すぎたらもう苦しくなっちゃう。あね、これ聞いてね気になった人はぜひ本屋さんに行ってみてください。ひろしさん、たくさんありがとうございます。ね、天使悪魔どちらでも気になった人がいれば読んでみてください。教えてください、ありがとうございます。それではランキングを持っと思います。13位げんちゃんさん、ありがとうございます。12位たっちゃん、ありがとうございます。11位きょさん、ありがとうございます。10位ただたんたんさん、ありがとうございます。9位もぎたてりんごさん、ありがとうございます。8位カルビさん、ありがとうございます。7位ぐっさんさん、ありがとうございます。6位ただの魚さん、ありがとうございます。5位パパさん、ありがとうございます。4位ひろしさん、ありがとうございます。3位S1983さん、ありがとうございます。2位ドマさん、ありがとうございます。1位タクさん、ありがとうございます。それでは今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。早くなったのにありがとうね。では皆様ご飯を食べてゆっくりお休んでください。おやすみなさい。バイバーイ。またねー。